2ボール1ストライク。4球目、レフトへ打球上がる、レフト下がった、見上げてスタンド。今シーズン第8号ツーランホームラン、ベタジーにダルビッシュから打ちました。同点に追いつかれたホークス、その直後また突き放しています。ホークスにとっては大きな2点、ベタジーリの一発、レフト方向に持っていきました。外のボールです。少し高めに入りました。そのボールを捉えた。もうこれもね、はい、ダルビッシュとしてはね、やっぱりちょっとこう悔いの残りはね1球かもしれませんね。まあ打った瞬間はねレフトフライかなと思ったかもしれませんけどね、はい、やっぱりそのペタジーニのやっぱりまっすぐに対するやっぱバッティングの強さですね。はい、